今回の動画はセーターを冬仕様にしました。この状態でスタッドレスにしてしまうと車高が下がりすぎて雪が積もると走れないので、タイヤ交換のついでにエアロを外して車高を上げました。一瞬で外します。使用してるジャッキはこちら、メルテックの 2.5 トン油圧ジャッキです。ぶっちゃけこの車だとジャッキポイントが奥の方にあるので、ハンドルのストロークがあまりないので上げるのに時間がかかります。ジャッキスタンドはメルテックのジャッキスタンドです。タイヤを外し車高の調整です。ブリッツの車高調にしてから2年目です。以前は定員の車高調でした。ネジが回らなくなってしまったので交換しました。地味な作業が続くので早送り。をつけて完了です。純正表面もいい感じです。ボンネットが下がる仕様です。バンパーを変えないとボンネットに食われてしまいます。早く交換しなくては。3センチほど上げました。ご視聴ありがとうございました。